皆さんこんにちは。突然ですが、皆さんは星空は好きですか？よかった。私もすごい大好きです。実はこの間のゴールデンウィークの時に長野県の野辺山高原というところに行ってきました。私は星空が大好きだったので、私のお母さんと一緒に星空をついた時に見上げて、プラネタリウムのみたいですねっていう風に言ったら、お父さんがいや逆なんだけどっていう風に言って、それぐらいすごい美しい星空を見てきました。この長野県野辺山高原、実はここは私が5歳から9歳までの4年間住んでいたことがある場所でした。父が野辺山の国立天文台野辺山宇宙電波観測所のに転勤になったからです。私の父は天文学者です。この写真を見たこともある方もいらっしゃるのではないかなと思います。これは野辺山の国立天文台の45メートル電波望遠鏡です。今の写真を見ていただいても分かる通り、野辺山はすごく自然に恵まれた場所で、私はそこで4年間育ったので、いわゆる雑草育ちというもので、小さい頃は、今は信じられないですけど、小さい頃は昆虫採集をしたりだったりとか、木登りをしたこともありました。この頃の思い出で私が一番よく覚えているのは、家族揃って夜になると外に出て、街灯一つない空の下で言葉通りの満天の星空を見ていたことです。どれぐらい美しい星空が見えるかというと、なんと肉眼でアンドロメダ銀河を見ることができるくらいなのです。と言っても多分わからないと思うので、ちゃんと説明するんですけど、アンドロメダ銀河というのはこの地球上で肉眼で見られる最も遠い天体と言われていて、その距離はなんと光の速さで230万年かかる場所にあります。こんな天体を見ることができる野辺山原は、本当に星を見るのには恵まれた場所でした。さて、私事になるのですが、私はこの頃山梨県にピアノを習うために毎週1回通っていました。山梨県には山梨県立科学館という科学館があり、そこでは科学館に来る星好きの人々が集まるサークル、星の語り部というものがありました。星の語り部の活動は主にプラネタリウム制作やワークショップ、例えば音楽や演劇を使って宇宙を表現するなどのものがありました。ある時、私の妹がワークショップで宇宙で一番おいしいお菓子という詩を書き、この詩をもとにプラネタリウム番組を作ろうということになりました。私はこの番組の宣伝に、私が小さい頃考えていた宇宙語というものを用いさせていただいて、宣伝に使ったこともあります。またこの頃習っていたピアノでは、私はペルセウス座流星群をもとにして曲を作りました。今日はその曲を弾きたいと思います。Thank you.
とうございました。ありがとうございました。じゃあ戻らせていただきたいと思います。さて、私は野辺山高原でこんなに星を体験できるような環境にいて、私はずっと宇宙を身近に感じていました。それから私は小学校4年生の時に東京へ引っ越してきました。東京へ来てやはり一番驚いたことは、野辺山に比べると星が全くと言っていいほど見えないということでした。例えば私が一番驚いたのは、夜になっても雲が浮かんでいるのが分かってしまう。これは本当に私は驚きました。ただ東京の星空でもいいことは一つあります。それは明るい星座がすぐ見つけられるということです。当たり前じゃんって思うかもしれないんですけれども、野辺山では星が満点すぎてどれがどれだかさっぱりわからないということが起こっていたので、それに比べたら東京は星座が見つけやすくて本当に楽ちんです。さて、私は小学校6年生の時に中学校受験というものをしました。本当に大変で、1日13時間も勉強するなんていうこともあって、私は星空のことを理科の問題として捉えるようになっていました。そして私はいつしか星空を見上げるということを忘れてしまっていました。2011年3月11日に起こった東北大震災、この影響で東京は電気が足りなくなってしまったため、計画停電というものを行いました。この時に東京でも多少の星空が見られるという状況が起こったので、私は計画停電のその日、星空を見に行きました。そして私は本当に驚きました。なんと月の明かりで自分の影ができていたのです。私は月がこんなにも明るいとは思っていなかったので、本当に驚きました。そして私は家に帰ると、昔はずっと好きだった本、ホーキング博士の書いた宇宙への秘密の鍵という本を開きました。懐かしいような天体写真や宇宙の話、私は昔はよく星空を見上げていたことを思い出しました。それからというもの、私は空を見ることが好きになってしまいました。例えばこの透き通るような青の先には宇宙が広がっているんだと考えると、私は何とも感慨深くてため息が出てしまいます。そんな私が小さい頃からずっと好きだった本、漫画で知ろう天文学、星世界探検からこの言葉を紹介させてください。私たちは昔生きていた星のかけらでできている。私たちの体を作っている物質は酸素や炭素などなどたくさんあります。しかしこれらの物質は宇宙が一番最初にできた時からあったものではありません。これらは昔生きていた恒星が死んだことによって私たちに来た物質なのです。私たちは星のかけらでできているのです。今日私が皆さんに覚えて帰っておいてほしいのは、こんなことを考えつつ皆さんにも星空を見上げてほしいなということです。おります。ありがとうございました。ありがとうございました。